感謝の実家。おかえりなさい。どうも、勇者の実家、1ヶ月ぶりになります。マザレカがお送りをしたいと思います。さあ、もう8月もあっという間にもうちょっとで終わっちゃうぐらいの時期になってますが、皆さんの夏休みはいかがでしょうか。あんま夏休みなんてないよという方もいるかもしれないし、どっぷりお子さんなんかと一緒に夏休みを強制的に楽しんでいる、楽しま、されているそんな方たちもいるかもしれないですけれども、皆さんお疲れ様です。お帰りなさい。というわけで、私レッカーですね、元気にしていたんですけれども、久しぶりにですね、自分もちょっとこう風邪っぽい、症状になった夏でもありました。なんかいろいろ流行っていたみたいですね、日本でもね。私は前もお伝えしたように、ちょっと海外の方に行かせていただいておりまして、すっごい久しぶりにですね、25年ぶりに、行ってきたヨーロッパの国に関して、実はですね、ファニコンという方ではね、私のファンクラブやらせていただいている方では、現地からの生配信なんかも一回やらせていただいたんですけれども、意外とですね、電波が良かった。いやいや、それは Wi-Fi のおかげなんですが、それはいいんですが、海外からだとなかなか生配信とか難しいのかなと思ったら、もうそんな時代じゃないんですね。そんなことを言っている時代ではないということはよくわかりました。はい。それで、なんですが、結構25年前よりもですね、比べるちょっと年数がちょっと昔すぎて申し訳ないんですけど、その頃よりも非常になんだかこう人が、観光地の人が増えているっていうのが、あ、これ日本だけじゃなかったんだということに気づいたんですけど、日本でも例えば富士山とか、京都とか、表参道とか人が結構たくさん来る場所がもうものすごい人に最近なっている。まあこれはコロナが明けたからなんだろうかみたいなことが言われていると思うんですけど、それと同じようなことが世界各地の特に観光地と言われるところでは起きてるんだろうなということを感じた旅行でもありました。結構今回はですね、私も家族に、ぜひ見せてあげたいというか、見てほしいというか、そういうふうに思っている美術館とか、建築物っていうのを行った時にですね、すごく人が多いなと感じたところがあったので、だいぶみんな動ける時代になってるからこそ、まあ集まるのよねとは思ったんですけど、ちょっとその集まり方が尋常ではないというか、立ち止まれないぐらい集まってるところが何箇所かあったんですね。なのでちょっとびっくりしました。はい。例えばですね、イタリアのローマに、世界最小のバチカン市国っていう国があると思うんですけれども、そのバチカンにシスティナ礼拝堂っていうね、有名なミケランジェロが、彫刻家なんですけれども、彫刻家なのに、すごいこう天井の壁画なんだけど、天井がね、天井の絵を、描いたっていうのが残されているのがシスティナ礼拝堂っていうのがバチカン宮殿の中にあるんですけど、そこを例えば見に行った時に、もうこれ多分ね、25年前も行ってるので、私人生で2回目でそこに行ったんですけれども、その25年前に記憶しているぼんやりとしたその人の多さとは全然違う感じで、これ夏休みだっていうのもあるんですかね。25年前は確か春だったんですよ、春休みの時期で。でもその時期も決して人が少ないわけじゃなかったんですけど、今回は正直立ち止まれないぐらい、立ち止まったり、ましてやどこかに座ったりなんてできない状態で進んでいかなきゃいけないっていう、結構ねすごい過酷とも言えるような状況での回り方だったので、そこだけではないんですけども、各所そういうイメージでした。はい。なんですけどすごい楽しかったので、ちょっとその話から始めますと、私結構美術全然詳しくないんですけど、とにかく
アーティストの人生とか作品とかを垣間見せてもらうのが大好きなんですよ。アーティストっていう言い方をしていいのかわからないぐらい歴史的な偉人さんたちだと思うんですけど、なので今回、ちょっとその方たちのゆかりの作品とか、建造物建築物とか美術館とかを見てきたなっていうのをちょっと思い出すと、例えば、レオナルド・ダ・ヴィンチ、それからボッチチェリ、それからミケランジェロ、そしてラファエロ、それから、ちょっと娘が風邪で倒れちゃったので娘と私は行けなかったんですけど、息子からいろいろ写真見せてもらってすごい面白かったらしいのがミロ、スペインのねバルセロナのミロだったりとか、ピカソとかあとガウディとかいろんな人がねヨーロッパの偉人でいると思うんですけど、なんかこう普段は例えばその写真で見るとか、日本にいてなんかこうテレビでそのドキュメンタリーで見るとかいうことはあったんですけど、その方たちの作品を目の当たりにして、プラスどういう経緯でこれ作ったんだろうな、どれぐらいの時間かけて作ったんだろうなっていうのを調べながら行ってみると、それはちょっとねだんだん見ていった時にもう自分と比べちゃ絶対いけないんですけど、で比べても面白いこと一つもないんですけど、にしてもそれにしてもなんと自分という存在が小粒に感じることか。でもねその感じることって嬉しかったりもする、嬉しい感じ方だったりもするんですよ。自分が小粒で悲しいじゃなくて、こんな大粒な人たちがいるんだすごいみたいな、そっちの喜びを非常に全身でブルブル感じてきたので、ちょっと途中私熱が出ちゃったんですけど、レオナルド・ダ・ヴィンチとか名前はもちろん聞いたことあるし、うすらぼんやり何した人かとか、なんかこう発明家だったし芸術家だったけど数学者でもあったっぽいとか、なんかそういう うっすらーっとした知識はあるものの、その人が実際に描いたデザインとか、作ろうとした飛行船のアイデアとか、そういうのあまり私見たことなかったんですけど、それを見た時にすごいやっぱり感動もしたし、レオナルド・ダ・ヴィンチの美術館っていうのがあるんですけれども、博物館か、すいません、これは博物館ですね、博物館があるんですけど、ここになぜかこれね、レオナルド・ダ・ヴィンチの博物館ってイタリアにあるんですけれども、なぜかアメリカが、月に行った時の月の石が飾ってあるんですよ。これなんでなんだろうというふうにちょっと説明を読んでみると、アメリカの当時の、大統領からイタリアの大統領へのプレゼントだったそうなんですけど、このレオナルド・ダ・ヴィンチという人の存在だったりとか、この人が最初にこう空を飛ぶっていう飛行機のアイデアを、もう今からもう 5,600 年前にそのアイデアを生み出して、で試してみて、それをもとに1900年代に空を飛ぶっていうことを実際にしてみた人たちがいてみたいなところから、その空を飛ぶっていう人生の偉業、もう人生じゃないごめん、人類の偉業に対しての敬意を払うと同時に、もう探求とか冒険とか未知のものへの挑戦っていうことを生涯かけて繰り返した、そのレオナルド・ダ・ヴィンチへの尊敬と感謝の念を込めて、この月の石のかけらをアメリカからイタリアに送ったそうなんですよ。すごく素敵なことだなと思って、ぼんやりとその石を眺めたりしてたんですけど、面白いのがこのレオナルド・ダ・ヴィンチっていう人がどんな人なんだろうと思ってちょっと調べてみると、もう今もうねウィキペディアとかすごいから、いろんな情報といろんなこう 文献とか参考文章が出てくるんですけど、すごいね、やっぱ変わってる人だったっぽいんですよね。そこが私すごい好きで、みんな変わってるんですよ正直。今回
感銘を受けた作品を作り出した人たち、ミケランジェロもそう、ガウディもそう、もうみんな変わってるんですよ。変わり方もちょっとどことなく似ているところがあるんですけど、多分皆さん天才と言われるね類の方たちだと思うんですけど、もちろん努力も一生重ねた天才なんですけど、ちょっと皆さんすごく変わっていて、で変わってるエピソードがみんな残っていて面白くて、レオナルド・ダ・ヴィンチって少しその生まれ育ちもちょっと普通ではないと言ったらかわいそうかもしれないんですけど、ちょっとこう孤独な少年時代を過ごしたような記述があったんですけどね。でもそんな中でもすごい優しい心の持ち主だったみたいで、レオナルド・ダ・ヴィンチさんってヴィンチ村っていうところで生まれたから、 ダ・ヴィンチってヴィンチ村のっていう意味で、レオナルドさん、ヴィンチ村のレオナルドさんっていうことだそうなんですけど、この方優しすぎて生き物とかすごい好きで、でなんか意外とその勉強ももちろん得意だと思うんですけど、森の中でまずは育ったみたいな、自然大好き、生き物大好き、虫大好きで、虫とか生き物を見てスケッチしてたら、なんかその作りとか、どうして鳥って飛べんのかとか、どうして蝶々は飛べるのかとか、どうしてあの生き物は虫でちっちゃいのに足速いのかとか、そういうのを見て観察してスケッチして、なんでだろうって思うところから彼の探求人生が始まるっぽいんですけど、そのなんか気持ち心が優しすぎて面白いのが、レオナルド・ダ・ヴィンチさんは結構その中年期以降はすごくいろんな仕事が認められて、たくさんこうお金もいただけるような立場になってるみたいなんですけど、そのお金を使ってなんか鳥とか買いに行くんですって。小鳥とかで、小鳥いっぱい買ってきて、買い占めてきて全部放すんです。かわいそうだから。変わってるなー、いやー変わってる、最高。本当にね、変わってるっていうのがね、すごく素敵なことだなというふうにそれを見てたら思っちゃったんですけどね、っていうのがあったりとか、あと変わってるで言ったらこの人もすごいと思うんですけど、先ほどその最初に言ったミケランジェロ、これは彫刻家がもともと、もともとというか、もう何でしょう、この人も天才だそうなので、何でも屋さんな、何でもする天才だったそうなんですよ。もうこの人が残った作品は彫刻だろうが絵画だろうが、今もう現存する世界の美術品の中でも最も最高の値がつくようなものたちしか残してないみたいな、とんでもない人らしいんですけれども、西洋美術史にすごくその大きな影響を与えている人だそうなんですけどね。このミケランジェロっていう人は映画もあるので、ちょっと私映画見てみたいなと思って今探してるんですけども、ちょっとこの映画が古くてですね、1965年とかの映画なので探してるんですが、まだ見つかっていません。なんか DVD とかであるらしいんですけどね。でこのミケランジェロという人は彫刻家なのに、なぜか、システィナ礼拝堂の天井画を描かされたどっちかわかんない、描くことになった人なんですけど、この天井画がすごくてですね、天井に本当に絵が描いてあるんですよ。で当時はどういうやり方でやったっても、矢倉を組んで、天井って相当高いんですね。ちなみに今の日本の普通の住宅とかの1階2階じゃなくて、何メートルあるんだろうあれっていうぐらい、30メートルぐらい上なのかしら、すごい上なんですよ。すごい上の天井の絵を彼は描いたんですけど、矢倉を組んで矢倉の上に登って絵の具持ってって、でそこで寝っ転がりながら上の天井に手を伸ばしながら、で顔とか目とかに絵の具落ちてきながら描いたらしいんですよ。すごいですよね、それ想像すると。でもなんかね、このミケランジェロという方もすっごい変わっている方だったみたいで、偏屈、孤独、人付き合いが下手くそみたいな感じの方らしいです。知らないですけど、私知らないですけど、そんな情報がいっぱい出てきました。いっぱいいろんなこう探すんです、サイトとか
結構そういう文献買ってきたので、今回現地でしか買えないみたいなやつを、まあ変わってる方みたいで、なんか当時って多分、中世ヨーロッパで芸術家の人が作品を残せるっていうのは、まあいろんな理由はあるとは思うんですけど、やっぱ避けて通れないのはパトロンがじゃあそこにいたのか。パトロンってあのお金を払ってくれる貴族ですね。その人の作品を認めて、その人の作品にもう正直1000円でも1万円でもお金を出してくれる人がいないと、それが一般の庶民の方だとしても、貴族の方だとしてもですけど、お金払ってくれる方がいないと、やっぱりアートを作る人、芸術家の人っていうのは暮らしていけないと思うので、そのミケランジェロに限らずですね、例えば音楽でもモーツァルトとか、あのもうそちらももう天才ということで、あの名前は轟いてると思うんですけど、やっぱり当時の、王弟貴族とか、もう皇族の方たちがお抱えだったりとか、する音楽家もいたり、でもそんなお抱えの音楽家よりももうちょっと才能があったりすると一気に乗り換えられてそっちに注文いっちゃったりとか、いろんなことがあるみたいなんですけど、ドラマチックなことがあるみたいなんですけど、やっぱりそういう誰かからの評価、特にそのお金を支払ってくれる人からの評価っていうのがあると、そんな作品がきっと残せるんだろうなという感じなんですけど、ミケランジェロがねシスティニャ礼拝堂の天井画を描いたっていうのは、どうやら同じく同じ時代の画家さんであるラファエロっていう方がいるんですけど、このラファエロっていう方もね、まあちょっと面白い方で、すごく美しい絵をたくさん残してるんですけど、もともとはこのラファエロさんの方がシスティーナ礼拝堂の中にこういろいろ壁画があって、ラファエロの間とかいうのもあるんですけど、ラファエロ部屋みたいな、そういうところの絵を描いていた人だそうです。でもともとはこっちの人が、担っていた仕事に、ちょっとシスティーナ礼拝堂の天井が誰にやってもらおうかなっていう話が出た時に、あの人がおすすめですよってラファエロさんたちがおすすめしたのがミケランジェロさんだそうなんですね。なんだけどミケランジェロの方はラファエロのことすごい嫌いだったらしくって、もうその事実からしてすごい偏屈だなって思っちゃうんですけど、おすすめしてくれたんじゃん、そのおかげで仕事が一つすごい仕事ができるんじゃんって思っちゃうのは、私一般人のあの浅はかな考えであって、きっとミケランジェロ大先生はなんか気に入らないことがあったと思うんですけど、そういうの知りたいから、本当ちょっと映画を見てみたいなと今、はい、思ってるんですけど、このラファエロさんっていうのは当時多分ミケランジェロさんより 30-40 歳若いんですよ。そのこともミケランジェロさんは気に入らないらしくって、あの若造がみたいに言っちゃってるみたいなんですけど、ラファエロさんはラファエロさんですごくあのドラマがある人で、ちっちゃい頃にお母さんをね亡くしてるんですよ。本当にそれだけでもねすごく辛い幼少時代からのスタートだったんだろうなと思いつつ、お父さん宮廷画家で、でお父さん結構厳格で、そんなお父さんしかいない幼少時代からスタートしてるから、結構ラファエロさんはその母性、お母さんとか女の人に対するあの思いが強くって、すごく綺麗な女性をたくさん描いてるみたいな話もあるそうなんですけどね。でもねすごい素敵だと思うんです、そのいやなんて言うんでしょうね、素敵っていうかね言い方ですけど、すごく何かを作品を作るっていう時にどうしてもその喪失とか、何かをなくす大事な人との別れとか、喪失とかその喪失に関して、またその人みたいな存在に会いたいとかっていう欲を持つ、欲求を持つっていうのは非常にその何かを作る時、音楽もそうですけど絵を描いたりとかも非常にパワーエネルギー作る使うものだと思うんですけど、そのエネルギーを使う時にとっても大きなエネルギー源になると思うんですよね。その変な言い方をするとラファエロさんがもしもです
母さんもでお父さんもね実はその後亡くなっちゃうみたいでおじさんのお家に引き取られるそうなんですけど、ラファエロさんもしお母さんもお父さんもご存命で、あのすごくそのね宮廷画家 の, あの息子としてとてもまあもともと裕福な生まれ で当時あの画家さんってやっぱり一人で描くというよりもチームで描くみたいな工房を持ってる人が強いみたいなこともあったそうなので、ラファエロさんに関してはその家族が工房を持ってるわけですよ、大きい工房で、その工房を画家の息子として多分あのおじさんの家に引き取られた後も継いでったらしいんですけど、そのことによってラファエロはものすごくたくさんの、多分自分が指示をしただけで弟子さんたち工房の職人さんたち画家さんたちが描いて仕上げてくれるっていうこともあってたくさんの、作品を残しているんですけど、なんですけどラファエロさんは結構早死にで若くして30代で亡くなってしまっているんですよね。はい、そんなこともあるんですけど、ラファエロさんの人生を考えてみてもそうだし、なんかその人が何かを渇望する、渇望って飢えるほど望むっていう感じでちょっと難しい感じ、私今感じかけないかもしれないんですけど、何かを渇望するっていうその思いってあのいろんなその原動力になるなということを非常に感じさせられたこともありました。その渇望のね強さたるや、ちょっと今の私たちの人生ってあの大変なこともたくさんあるんですけど、生きることそのもの、衣食住に関しては本当にちょっと歩けばコンビニエンスストアがあって、あの蛇口をひねれば水が出てきてっていう世界に今私たちは生きてるので、渇望するっていうことの思いの強さっていうのがもしかしたら今よりもその不便な時代の人たちよりも弱いのかもしれないな、なんてことを私はちょっとたまに思っちゃうんです。わかんないですけどね、比べてみることは誰にでもできないけど、私の勝手なそれは想像です。例えばあんまりなんでしょうね、他に娯楽がない時代だからこそ、例えば 石像というかその彫刻、石の像とかも あれ今売ってないじゃないですか、お店で。新しく石像を作ろうとする人とか彫刻作ってもらって買おうとする人ってすごく少ないと思うんですけど、でもあの時代は多分あの姿形をそこに留めるやり方っていうのが写真もなければ動画もない、なんかこう 3D なんていうものもなかったりするので、例えばですよ、例えばラファエロさんが小さい頃に亡くなってしまった自分の大好きな女神様みたいなお母さんの絵を残そうって、残したいって一生思って そんなちょっと面影の綺麗な女の人の絵を描いちゃうっていうその気持ちがなんかこう想像するとすごくひたむきですよね。そういうひたむきな気持ちをあんまりその今持ち続けるよりも違うことをこう求められるような世の中かなと思うので、すごいその今回自分は生かしてもらっていろいろ感じさせてもらってよかったなと思ったのは、私よく言うんですけど、その SNS とか今のニュースの速さ、世の中のいろんな技術的な進歩の速さに人間の歩みを、自分自身の歩みをそこまで近づけなくてもいいと私は思ってるの で近づけすぎちゃうと、何か見失っちゃったりとか大事なものをなくしちゃったりすることもあると思うので、なんかその人間がまだ人間として歩いてた時代のいろんなその制作物っていうのをたまに見てみるのもすごくいいことかなと思いました。なんか本当にいろいろお伝えしたいことあるんですけど、ちょっとこう美術の話だけじゃなくてしたい話いっぱいあったんですけど、めっちゃ全然時間が足りないということを今気づきましたね。
はい、どうしよう、もう告知の時間になっちゃいました。なんだ、もうごめんなさいね、本当もう話が下手くそ。とりあえず時間になっちゃうので告知をさせてください。はい、ですね、今のところお伝えできることが、まず9月の18日の24時深夜ですねから、なんと、スペシャでこの間私がやらせていただいたリバティエラーツアー、レッカライブツアー2024リバティエラーの東京公演の模様が独占放送されるということが決まりましたそうです。はい、9月の18日24時からということで楽しみにしていてください。プラスですね、ミッチュリーのイベントに出させていただきます。こちらは10月の13日、服部緑地大阪になります。ピアニカの魔術師フェスです。はい、その他もちょこちょこ、出てくるかと思いますけれども、あ、ちょっとね、美術の話は導入のはずだったんですよね。で、本当に話したかったのはその後の話で空気の話をしたかったんですよ、本当は。うん、残念。空気がね、空気、なんだろう、外国の空気、私あのアメリカとかも大好きなんですけど、アメリカもそう、アジアのタイとかの国もそう、ヨーロッパのイタリアだったりスペインだったりの国もそう、日本の空気ってやっぱちょっと独特だなと思っちゃうところがあるんですけど、空気を作るものって何かって、やっぱ人であったりとか、その人の作っているものであったりとか、それは街中に流れている音であったりとか、もしくはその時にみんなが使っている SNS で流れてくる言葉ワードであったりとかとする、いろいろあると思うんですけど、その空気がね、やっぱりね、何でしょう、全然ちょっと違うなと思ったところがありました。非常に、おおらかで、非常に、何でしょうね、ふくよか、空気がふくよかって何すかね、私も自分で言ってて、なんだか日本語が下手くそだなと思うんですけど、ちょっと日本のいいところとか、私日本の素晴らしいところいっぱいあると思ってて、この間のファニコンの生放送ではもうとにかく日本は街が綺麗ちょっとそこを改めて感じましたみたいなことを言ってたんですけど、逆に日本のちょっともしかしたら生きづらさを生み出しているところっていうのは、この空気なんじゃないかなっていうのをちょっと感じたところはありました。何を言ってるのか私も、うまく説明ができてないんですけれども、もし来月の、放送の時に今私が言ってることがうまくまとめることができたら、まとめていきたいなと思いますまとめられなかったらごめんなさい。というわけで、私はちょっと感じたこととしては、今、ね、ここは勇者の実家ですけど、いろんなお仕事をしたり、いろんなお仕事をじゃなくて学校行ってる人がいたり、勉強してる人がいたり、もしくは、別に勉強とか仕事はしてないっていう人もいたり、いろいろだと思います。いろんな本当に人生があるので、本当にその人の、見える景色の中で、その人の体を使って、頭を使って、その人が今生きてくれてると思うんですけど、その人の人生をその評価するとか、何かこう決めつけるっていうことは、誰にもやっぱりその人以外の人にはできないので、っていうことを本当にいろんな生き方をしてきた、ヨーロッパの偉人たちの作品とその人生に思いを馳せたら、私はそんなことを感じたので、改めて強くそれをね、お伝えしていきたいかなと思いました。いろんな景色、いろんな人生ある中で、非常に非常に本当にその人の選択で、その人の思いで、過ごしているその一日っていうのが、すごく、価値あるものだと、意味あるものだと思いますので、辛い時はですね、あんまりその SNS とか開かずですね、一回ちょっとね、ミケランジェロを調べてみてくださいすごいんで、この人の辞書に孤独っていう辞書多分なかったんだろうなって、誰も教えてあげなかったんだろうなって、孤独っていう言葉の意味とか。でも別に
知ったとしても何のこっちゃでこの人はそう生きたんだろうなっていう気もするんですけども、あの弟子たちをね全てクビにしてね最後一人で、壁画天井画を描いてたという噂のあるこのミケランジェロ、ぜひそのそんな人もいたんだっていうこともちょっと一回思いを馳せてみてほしいかななんてことも思いました。すいません、何の話だということなんですが、はい、みんなが元気にこの夏を乗り切れることを祈っています。28度でいいから冷房つけてお水をたくさん飲んで過ごしてください。それではまた勇者の実家来月お会いしましょう。またね、いってらっしゃい。